はい、どうも、寝起きの始まではないです。今日寝起きは4時かな。ジジイだな。あのトレジャークルーズでね、昨日まあ周回して、まあ、2回若白ひげと遭遇したんですけども、まあ、あいつはね意地悪で出ないと。なんで今日はね、あれです、あのジンベエ超進化させるまでフランキー将軍の周回終われまてんということで、まあ、独特なゲップの出し方をしてね、そのお気に入りユーザーにしたところであんま関係ないでしょ、思ったけど。いやー、若白日が全く出なくなってね、今怒ってますよ。どうこ、
やるか。スキルレベル1でもクリアできんのかな。ね、どうなんすかね、スキルレベル1でもやってみるか。まあ、できなかったらできなかったでね、まあ、ターン数が異常に長いってだけですから。まあフランキー将軍自体はいけるんですよ。ロブスターがいるんでね、道中に。だからいけることはいけるけど、いやでもな、雑魚だからな。もうね、最下層トレックラー地獄説ですからね。俺はもう地獄ですけどね。白ひげ突入時にあと2ターンだったら OK なのか。